ジョニー・ヘイズはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1908年ロンドンオリンピックの金メダリストである。ヘイズの陸上選手としてのキャリアは1906年ボストンマラソンからスタートした。この大会では5位という結果に終わっている。翌1907年もボストンマラソンに出場。結果は3位となり、前年よりも順位が向上した。 さらに同年ヨンカーズマラソンでは優勝した。1908年になり3年連続出場したボストンマラソンで2位に入り、同年のロンドンオリンピックのアメリカ代表に選出された。ロンドンオリンピックのマラソンはスタートであるウィンザー城からメインスタジアムであるホワイトシティスタジアムのアレクサンドラ王妃が待つ貴賓席の前をゴールするコースで距離は 42.195km であった。 レースは7月24日に異常なほどの暑さの中で行われた。最初にスタジアムに入ってきたのはイタリアのドランド・ピエトリであった。しかしスタジアム内でのピエトリはフラフラで間違った方向に進もうとしたり倒れたりしながらも医師や係員によって助け上げられたりしながらなんとかフィニッシュラインにたどり着いた。スタジアム内を失踪するヘイズドランドがも大苦しむ姿に 監修は声援を送る中、2番目にゴールしたヘイズに注意を払う者はほとんどいなかった。アメリカの役員はドランドの優勝に意義を唱えるが、監修はドランドの味方であった。公式結果はドランドの失格、ヘイズの金メダルを決定した。しかし、ドランドは王妃から金牌を贈られ、金メダルを獲得したヘイズ以上に名声を受け取ったのである。ロンドンオリンピックの後、 人々の興味は、ヘイズとピエトリのどちらが強いのかという方向に向かっていった。二人はプロに転向し、同年11月にニューヨークのマディソンスクエアガーデンで二人の対戦が実現した。このレースでは、ピエトリが勝利した。翌年3月にも対戦が組まれ、再度ピエトリが勝利している。ヘイズは、1912年ストックホルムオリンピックには、トレーナーとして参加した。後に、 体育の教師となった後、食品関係の職に従事した。ありがとうございます。